一身洋装，露出虎牙招牌的可爱笑容，随时散发出日本女孩的青春洋溢气息。她是刚刚从美容学校毕业的菅原美优，是个刚出道的美容美发师，但她还有另外一个身份。下了班戴起全套，不只是位正妹美容美发师，她也是现在 K1 力捧的偶像拳手。毕竟隔壁棚有胖酱，自诩为世界力技第一的 K1， 当然在正妹拳手这块也输不起。1999年出生的菅原美优，今年20岁，从小受到练空手道出身的爸爸影响，开始接触格斗技。别看他外表可爱，从小练习空手道的训练过程可不输给男生。蹴られて顎が折れたことある。顎折れたかった。小学校空手時代ですね。あ、膝入れられて肋骨折ったり、就算练得一身伤，也没让他中断格斗之路，反而越打越有心得，还加入强者如云的 K1 Silver Wolf 拳馆，想要提升等级，成为 Masato 的小师妹，并在 K1 业余大赛中连续3届拿下优胜。加上外表可爱， K1 当然不会放过这个机会，在2019年安排菅原正式登上职业战场。開幕2019年の開幕は女子ですね。本当そうです。いきなり左受け。出道战第一回合才开局，就以连续勾拳送出击倒，在追击也展现了积极度。本当に一発目、新年一発目って言った時にこれだったね。いやいや、すごくかっこよかったですね。開幕も本当15秒で、さあ最後の連打。出てくる出てくる、菅原の左右のパンチだ。ゆうやさん声が出てますね。右フックいいですね。最初のパンチそんな効いてない分リラックスできてますよね。はい、菅原これ一撃重いですね。石川さん重いですね。はい、あの本当にちっちゃい頃からね、どんどん試合に出た子なので、はい、前に出て、目先ともちゃんが言ってくれたように前に出て攻めるところが強みだと思う。29対28、青菅原、ジャッジ黒田が30対26、青菅原。2人目も菅原です。30対26、青菅原。虽然出道战判定胜出，但拳腿组合运用过于单调，跟场面控制能力还有待加强。不过时间不等人，3个月后菅原美优马上要迎接职业第二战。デビュー戦もそうだったんですけど、パンチがより強化されたっていうスタイルなのかなって気がしますね。膝蹴り、そして右のストレート、そのパンチも放っていきます。ノブタニの方もこれ気強いですね。そうですね。下がりました。いい右だ。ノブタニちょっと右が効いたか。ノブタニも左右の連打。ノブタニ選手いいですね。前に出る、前に出る。菅原を押し込む。左右のパンチだ。右のストレート、菅原防戦一方。想复制出道战的连拳攻势，但对手比你更会换，右眼又被头锤撞个正着，让经验不足的菅原慌了手脚。今右目開きました。まだちょっと痛みがあるでしょうか、菅原美優。見えますか？レフェリーの見えるかという声にはいと答え。さあ再開です。前に出ていく前蹴り。今のダウン取られている。すごい蹴りでしたね、しかさ。そう、小学校1年生から空手の経験。から右。今のはちょっと効いたかもしれないですね。この第2ラウンド取り返すか、信谷の方。やはりパンチは信谷。いや、これ顔面かなり当たってますよ、信谷の右。スワロン前に出る。いや、しかし信谷はこのパンチで攻める。执意用拳互轰，可爱的脸蛋被无情攻击，鼻血也喷得脸上都是。スタミナが切れる前にちょっとね、鼻からは血が滴り落ちる。崩れたか、どうだ。まだダウン取れていない。ここはダウンだ。信谷がダウンを取り返した。膝から崩れ落ちた菅原。試合時間残り1分を切っている。可能被打傻了，数秒竟然没做反应，就这样被 KO 输掉了生涯第二战。悔しかったですね。体力をつけようと思ってあれから朝走るようになりました。检讨失败的原因，菅原重新调整训练内容，早起跑步，重新训练体能，也认真践行拳馆前辈们的战斗技巧，期望重新振作。アトム級2分3ラウンドで行われます。左
にチャンリー、右に菅原。对手チャンリー是幼稚园老师，这场被称为 Crush 正妹颜值担当决定战。一気に前に出ていくとして両者強いですね。そうですね。右のストレート、いいパンチが入りました。どんどんパンチで前に来ますよね。菅原選手はね、やっぱりロングリーチだったけど、パンチも十分強いんです。このパンチを得意としているのはこのチャンリーの方、そして菅原の方は特に蹴りを得意ですよね。そうですね。汲取上一战的教训，菅原这次采用比较多远距离的攻击，对于拥有身高优势的他，的确收到不错的效果。チャンリーです。右のパンチ。ああいうところから、蹴りで相手を崩して、チャンリーは膝蹴りも打ってきました。近い距離です。ここを離したいんですね。そうですね。はい。近い距離、膝蹴り。クラッシュのリングが必要ですからね。さあ残り10秒。菅原前に出る。チャンリーはその近い距離を殴りつける。そうですね。気持ちがとにかく。29対29ドロー。ドロー1人目ジャッジ西村、2人目は30対29、1ポイント赤菅原、菅原に1票です。ジャッジ畑中30対28、赤菅原。2比0判定拿下胜利，也让菅原对于比赛节奏控制更有了心得。これが7ヶ月ぶりの再起戦。そうですね、タイトルマッチを経てのね、この試合ですね。タイトルの岸飛鳥さん、女子同士の一戦というのはどのように映ってますか今。いや、そうですね、こうやって同世代のこう女性が戦ってる姿ってす。不像之前只知道闷着头向前冲，这次遇到比自己高的对手也不躁进，保持好距离，寻找攻击时机。菅原のうるさいパンチ、嫌がるような表情を見せました。左右の足もスイッチ見せながら、ただそこを前に出ていって右のパンチをしたのでね、ぐいぐい出てきます。はい、そのあたりの攻め気合い、頭を低く体ごと前に出ていくようにしていこうという菅原です。左のミドル、残り間もなく10秒になろうというか、まあ、ここまではその蹴りと、そして自分の距離感、パンチも有効打があります。さあ、投資銀が鳴って残り10秒を切っています。ファイナルラウンド、コーナーに詰めた菅原。勝者オコーナー菅原美宇，没有悬念取得二连胜，这也让高层决定让他参加腰带争夺战，参战第三代 Crush 女子原子量级王座决定锦标赛。除了上次对战过的昌利外，还有女子高中生 Moy 也在名单中。锦标赛首轮赛前一天过磅的福利照当然不能少。変化がちょっと見えましたね。そしてフィジカル的に。但谁也没想到这场比赛竟然有了超展开。怖い怖い。でもユーの方も試合の後にレモンサワーをなんていう言葉もありましたが、はい、おそれを早くも打ち砕こう。多いですね。もう自分からっていうところ見えますよね。序盤の右ストレート、返しの右ストレート、かぶせ髪の右ストレートも効いてましたね。それに対してフック系の拳はユー。はい、ユー選手はこの足を止めての。パンチ右のローキック、左インロー、右のフック、左前蹴り、早い菅原の攻撃です。うんとうなずきました。さあ、U サイドから見ると武井選手どう見えるんですか。準決勝第一試合は萌衣がチャンリー。因为菅原的战斗习惯，压着头往前追击，变成头锤撞的对手额头肿的一大包。それが加わってますね。バックブローは言う、これですね、前に出る強さ、前進あるのに、1試合でバケになるならやっぱ見せていかないと、はい、試合内容で、プレッシャーすごいですね、そうですね、でも本当にそうですよね、石川さん、体の良さ生かすって、一番やらなければいけないことですもんね、そうですね、はい、うまいですね、はい、菅原選手ですね、手足の長さ生かして、前蹴り、蹴りから。矢のように刺すパンチというのが青いグローブ菅原美宇。現在は美容師。你撞我，我撞你，头锤撞来撞去，到底是打踢拳还是缅甸拳？搞得我好乱呐、啊。でもそんな予想ありませんよね。そうですね、はい。この三ラウンド目はもうお互いの気の強さが出てますね、はい、お互いに。その前面、はい、そしてタイムストップ。場内の時計。最後、裁判终于做出头锤警告、要双方节制一点。
但是比赛眼看就要结束了，又早就被撞得头昏眼花。展開なので、頬骨のあたり赤く腫れ上がっています菅原。ああまたバッティング。これは同じ箇所と言えそうですね。それでも崩れない。ワンツーいざ。左で放つ。最後は右の拳振り払う。30-28。青菅原。30-28。ジャッジ青菅原。30-28。青菅原。同じく菅原。30-27。青菅原。三人目は三ポイント。3-0，坚元拿下胜利，晋级冠军战。但这场的对战内容也引发争议，赛事留言板被不满的全民灌爆大言上。狂轰主办方为了力捧坚元无视头锤犯规，但也有中立全迷认为这是坚元比赛时的习惯动作，不是故意要用头锤犯规攻击。但不管真相如何，坚元下一站的对手 Moy 虽然年纪轻轻，可不好惹，想要顺利拿下腰带，完成跟尊敬的前辈 Kana 一起合影的梦想，恐怕会是个不小的挑战。想要掌握更精彩的赛事发展，别忘了订阅我们的频道，敬请锁定立即锋，咱们下次见。